ヘンリー・モアヘンリー・モアは、イングランドの哲学者、神学者、ケンブリッジ・プラトン学派の一人、ベンジャミン・ウィチカットの弟子ではなかったが、当グループにおいては重要な人物である。リンカン州、グランサムの生まれ。父親は有力な地主で、厳格なカルビニストであったが、イングランド国教会は支持していた。息子であるヘンリーは、父のカルビニズムには反対の立場を取ることになった。 グランシャムスクールにおいて、ギリシア語とラテン語を学び、才能を示す。後に、ケンブリッジ大学クライスツ学寮に進学する。アリストテレスらの古典を精読したが、これによって、人間の魂と神との関係について、説明されないと、モアから疑念が消えることがなかった。そして、プラトン主義の著作。 マルシリオ・フィチーナやプロティノスの著作に触れることによって、特に、テオロギア・ゲルマニカの人間の意志と神の意志との合一によって、魂の浄化を説く教えに強い共感を覚える。このようにして、プラトニズムの信奉者となったモアは、一生涯その精神を貫くことになる。1639年に修士号を取得し、クライスツ学料のフェローと聖職者になる。 研究と更新の指導に専念するため、学領長などへの推挙をされても誇示していたという。理性の役割を否定する厳格なカルビニズムは批判し、ケンブリッジ・プラトン学派の精神でもある、宗教に関する寛容さと自由を常に説いていた。レーフ・カドワーズの勧めで、1640年代には、ウィチカットラと交わり、ケンブリッジ・プラトン学派の一員となった。 真の生成が神的知識への唯一の安全な入り口であると私は確信していると述べ、人間には理性に勝る内的な直感とも言うべきものが神から与えられていて、これを通して神の霊的な働きが人間の魂に働きかけ、こうして人間は神の真理を悟ることができるとした。この神からの賜物を彼は真的聡明さと呼んだ。献身的な姿勢が 多くの共感を呼び、生涯を、暗い質閣僚で平穏に過ごすことができて、当地で死去した。イングランドの宗教、アングリカニズムの歴史通想の特質、オサムツカダ、リツカダ、東京。 教文館 ,ISBN4 から764272326、億6億75002万5511、https コロンスラッシュスラッシュ w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  o r l d c a t o r g スラッシュ oclc スラッシュ 675025511henrici モッピキャンタブリジンシスオペラオムに1679 ありがとうございます。